虫を取りにでも行くんですか。虫を取りにでも行くんですか。虫取り合戦。虫取り合戦。虫だらけだから。どこ来た？アスレチック。うん、ターザンするねえ。ターザンしよう。8メーターってところらしいよ、最大。そうに見えないけどね。いや結構ね、上登ったら怖いらしいよ、みんな書いてたブログで。余裕かと思ったら上行ったらめっちゃ怖いって。あ、そう、うん、あの辺とかってこと。そう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 、一番上。できた？じゃーん。クルリンパ。はいよ。わざわざ軽井沢来てこれやるか。わざわざ軽井沢来ないとできないよこれ。これこそおすすめです。ぜひ。おすすめか。お蕎麦を食べよう。症状みたいな子供の時にもらった。
はい、書き初め賞状もらいましたみたいな。風鈴茶系茶屋茶屋、うん、終わった。はい、じゃあいただきます。はい、ここね、だって5年ぐらい前から来てるね。うん、来てる結構前から。お湯立ち、久しぶりだね。うん、来てる、来てる。めっちゃ暑かった。始めるのが遅かった庭作り、うん、まずは石ころを取ってこう、うん、こっちに投げて投げる方をこっちに投げて結構あるよ地味に、うん、なんで風で飛んじゃったのでしょ、こっちからコロコロコロって、うん、ここある、ね、こういう木の枝とか、うん、どこ、うん、いや、それあれじゃねえかな、それは木の枝じゃなくて植物がつながってんじゃねえかな、それは植物を抜いちゃってるだけなんじゃない、木の枝じゃないでしょそれ。どの道植物は抜くじゃん、こう土作ったから植えるか植えるか、古いのは抜かない。 そっちに分かるけど、それどうなんかの袋にまとめなきゃいけないってことだよね。ここ行ったの、とりあえず石を取ろう、うん、一旦切るよ。ダメだよ、ずっと取っとくの、これ俺こうやってあ、じゃあ切っていいよ、しんちゃんも取っていいし。いやいや、俺準備するって、一旦。何よ、あんた暇でしょ。暇じゃねえっつら何でも暇にする、仕事があるっちゅうの。暇でしょ。一旦切るよ、じゃあ。はい、はい、あ、今の声聞いた。うん、あれ、記事、うん、意外とダサいでしょ、うん、うわーっはーってねえ。早っ。